夏の甲子園大会西東京大会、今日は準決勝日大三高対早稲田実業の戦いです。この2回までは淡々と終わってきたわけですが、3回の裏の攻撃、早稲田実業今ツアウトながらこのフォアボールが出まして、この2塁1塁となったところで3番のこの話題の清宮君の登場です。ストライク、それから大きな拍手をしました。ちょっとボールが、このピッチャーがちょっとややボールが先行しているところです。もう3本、3回フォアボールが出たんじゃないかと思います。三塁に走る、二塁から三塁に走塁しました。キャッチャーは投げませんでした。バッターに専念する模様です。ツーボールワンストライクです。ここはきっちり打ち取ってもらいたいと思います。先ほどはフォアボールでした。2巡目が回ってきてます。打ち上げました。ファールボールです。三塁側に入れそうです。ツーストライクになりました。ツーボールツーストライクです。まあ、非常に注目のバッターですので、このカメラ席から、まあ、後ろから応援、この声援が入ってます。このカメラ席も満杯、こちらから三塁席のところが満杯に見えます。ました。今回は一塁線をまた切れてきました。強い当たりが飛んできました。ここはきっちり抑えてもらいたいと思います。日大三高です。スリーボールツーストライクです。ここでフォアボールを出すような状況では許されません。来た、長打、抜けてきました。長打になりました。ツーベースです。走者一掃ということで、この2点を叩き出しました。その話題の清宮君です。右中間、この右中間に飛びましたボール、後ろのフェンスに当たったところです。ホームランまであと 1.5 メーターぐらいの高さでした。4番バッターになります。4番がまた打ちました。長打です。センターが構えてます。取りました。しかしこの回、早稲田実業は2点を先行したところです。これから日大三高の攻撃が来ます。この客席が前の方総立ちになります。拍手で送りまして、今度の攻撃、この早稲田実業の攻撃2点になりました。そして日大三高2番からのスタートです。4回の表の攻撃に向かいます。